何もこんな暑い日に外に出なくても。何言ってるの、バーゲンよバーゲン。私も新しい水着が欲しかったので、みんなでお買い物に来られて嬉しいです。白子先輩は水着買わなくていいんですか？うん、もう持ってるから大丈夫。では私たちはキャンプ用品売り場に行ってますね。はーい、また後で。ほらほら星野先輩、行きますよ。別におじさんはいいんだけどな。マジでさ。これいい匂い。本当だ。到着。うへえ、すごい混んでるね。戦場みたいだ。これに割って入るのはちょっと。あれは。おお、恐ろしく早い動き。おじさんじゃなきゃ見逃しちゃうね。シュバババ。やあ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 、百鬼夜行のみんな。こんにちは。やあやあ、アビドスのお二方。あれ、何してるの？みんなで旅行に向けての準備をね。思った以上に混んでて途方に暮れてまして。あ、でしたら水着をシェアしませんか？イズナちゃんがいくつか集めてくれてて、サイズも。まあ大丈夫かと。お、こちらです、ニンニン。これで私も素敵なレディーに。桃屋堂の看板娘、水着バージョン、キャルルーン。どうでしょうか。これでいいの？一歩、早着替えの術。じゃーん。ちょっとおじさんには可愛すぎないかな。わあ、皆さん可愛いです。本当だよね。いやー、眼福眼福。眼福、お祈りする。いや、本当に拝まなくていいの。木炭はどこに。完璧。うん、完璧じゃないわよ。相変わらず騒がしいわね、あなたたちは。あ、ゲヘナ風紀委員会。や、ご無沙汰してます。そっちも買い物？いや、パトロール。本来は管轄外の場所だけど、ゲヘナの生徒も大勢来てるから、まあ念のため。本当なら私も買い物したかったんだけど。相変わらずお忙しそうですね。まあそれなりに。とはいえ、本当は私もひな委員長の水着を買いに行きたかったのに。もちろんスクール水着も良いのですが、委員長には他にもいろんなバリエーションも。高梨、星野はいないの？星野先輩は別行動中でして、水着を買いに行ってます。あ、やはり我々も水着を買いに行きましょう。赤、黙って。あの、改めてですが、あの時はありがとうございました。おかげで私たちは今もこうして一緒にいられます。うん、そのありがとう。うん、気にしないで。は？美食研究会の連中がデパ地下の試食コーナーで揉めてる？はぁ、まあこうなりそうだから来ていたわけですし。それはそうだけど。じゃあ私たちは行くから、あなたたちは揉め事を起こさないでね。それではまた。ペロロジラ VS ニコラ、これだ。はあ、ようやく見に来られましたね。なんで私まで。小春ちゃんは見たくないんですか？せっかくみんなで一緒に映画を見るシチュエーションなのに。行かないとは言ってないでしょ。よし、行こう。ゆうみ、あずさちゃん、焦らなくてもまだ時間は。早く早く。とりあえず買い物を済ませてしまいましょうか。うん、皆さん、そろそろおいとましますわよ。そうですね、どうやら風紀委員会も来てるみたいですし。え、そうなの？やばいじゃん。ねえ、なんかこのロボット変な動きしてない？お腹空いたのかな？
なるほど。優雅に逃げますわよ。え、どういうこと？よくわかりませんが、暴走してますね。いやいやいや、おじさんの制服なんて盗んでどうするつもりなのかな。わー、まったく、仕方ないわね。ここはブレック鎮圧する。うん、これは仕方ない。みんなの制服、返してください。行くぞ。3回援護します。頼んだ。あれが指揮官機かな。面倒かけないで。お、やるね。じゃあ、しまい。いろいろ言いたいことはあるけど、とりあえずどうして水着なの？まあその場の流れ。制服どこ行ったの？今日のお店の服どうしよう。水着？おお、水着ウェイトレスとかおじさん見てみたいかも。顧客一人。よっしゃ、この企画はいけるかも。私も興味あります。ご一緒してもいいですか？いいわけないでしょ。エッチなのはダメ。死刑。委員長もご一緒にいかがですか？何言ってるの、アコちゃん。